構明るいけど、ね、最初ポイントいただいたりとかを覚えた方がいいですか。それでは始めます。こんにちは。モダニティ株式会社の沼ノ井真一と申します。でこちらの、モデルさんが酒井香織さんです。本日は誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。当社モダニティはパロットデザインバイというフランスブランドの輸入元でございます。今回は、ワイヤレスヘッドホンパロットジックの発表をさせていただきます。まず最初に、パロット社公式サイトで発表している、イメージムービーをご覧いただきます。
ありがとうございました。パロット社についてまずご説明差し上げます。1994年にフランス・パリを拠点としてアンリー・セイドゥー氏が創業しました。携帯電話向けワイヤレス関連機器の世界的なリーディングカンパニーです。自動車のハンズフリーカーキットを世界中のメーカーに供給するなどユーロネクストの上場企業です。そして2008年に著名アーティストとコラボレーションしてハイエンドなワイヤレスマルチメディア製品群パロットデザインバイを発表しました。でこちらのイメージの右下がですねマルタンゼゲリというデザイナー、左下がノーデザインというデジタルデザインチーム、それぞれデザインを担当した Bluetooth、Wi-Fi に対応した新型の写真フレームを発表しました。で左上がですねユニークな形をしたものなんですけれども、ワイヤレススピーカーセットジクムと言います。日本でも多くのファンを持つフィリップ・スタルクというフランス人デザイナーがデザインを手掛けました。フィリップ・スタルクがですね初めて音の出るデザインをしたのがこのジクムなんですけれども、インテリアデザインですとかプロダクトデザインを数多く手掛けているデザイナーです。で日本では浅草のアサヒビール本社の金色のオブジェフラムドールというのが非常に有名ですね。でそのフィリップ・スタルクがジクムに続きパロット社と開発をしたのが世界最先端のワイヤレスヘッドホンパロットジックです。デザインのコンセプトなんですけれども、スマートフォン世代に向けたヘッドホン、多くのスマートフォンユーザーのベストパートナーともいえるワイヤレスヘッドホン、そして音楽のイメージを再構築、これは音響と音空間を調整ができます。で特徴としましては演奏会場で聞く音楽や携帯電話による会話、これらの現実の音を再現します。で操作についてタッチコントロールパネルというのがあるんですけれども、 Bluetooth 経由でワイヤレスに接続して、右側のですねイヤーカップを上下になぞり音量をアップ、下に下げてダウン、そしてですね前方になぞって曲をスキップ、後方になぞって曲を巻き戻しですね。直感的な操作が可能になります。で次にですね着脱センサーですね、イヤーパッドに内蔵されたセンサーが自動的に検知します。で今モデルさんがジックを右が耳から外しましたけれども、こちらで自動的に音が一時停止ポーズになりますね。で再び今度耳にかけますと再生スタートします。これが着脱センサーという技術ですね。で次なんですけれどもハンズフリー通話、こちらはですね4つのマイクロフォンと骨伝導センサーによって顎の振動を検知して非常に高音質な会話ができます。右のイヤーパッドでワンタッチしていただくと電話が鳴ってからお電話に切り替わってお話がスタートして、骨伝導センサーが検知して会話がスタートしますね。会話が終わりますと右のイヤーパッドをタッチして音楽に切り替わるというような技術ですね。
そして次にですね、アクティブノイズキャンセリング、こちらはですね、パロット社の特許技術になりまして、最大 98% のノイズをカットして周囲の雑音を驚くほどに遮断してくれます。そして次に NFC 利用で簡単な Bluetooth ペアリングというのなんですけれども、今後搭載されていくスマートフォンが多くなると期待されている新しい技術になりますね。対応する電話を左のイヤーカップにタッチするだけで、パロットジックはこの NFC テクノロジーを搭載しましたので、ペアリングすることができます。次にですね、パロットコンサートホール効果、こちらはですね、オリジナル、パロット社オリジナルのアプリケーションを通じて美しい音を再現します。でこの画面がですね、アプリの画面なんですけれども、扇形から4つのポジションと広がりを選ぶことができます。音響と音空間を調整するというような技術ですね。で次にですね、音楽を中断しないというのがあるんですけども、ワイヤレスで、音楽の再生、通話をして、電池が、充電池が切れてしまっても、ワイヤレスではなくてケーブルでつないで作動することができます。以上が操作についてとなります。またアップル社の iPod、iPhone、iPadBluetooth ワイヤレス、NFC テクノロジー、Apple Store のアプリケーション、Android マーケットのアプリケーション、それぞれの認証を得ています。価格、使用、販売時期なんですけども、現在未定になりまして、詳しくは、モダニティ、公式サイトですね、Facebook ページですとか Twitter で発表いたしますので、ぜひフォローしてください。それでは今までの製品をまとめた今回初めてお披露目をする公式映像ですね、こちらをご覧いただきます。
ました。で以上になります。で販売店様の問い合わせは弊社、モダニティ株式会社ですね、あちらのお部屋の方があのお問い合わせの窓口になりますので、それとですね、報道関係者の方はですね、パロット PR チームの窓口がありまして、こちらのお部屋に担当の望月様という方がいらっしゃいますので、そちらまでお問い合わせください。以上となります。どうもありがとうございます。